ブルージェイズの菊池雄星投手が16日日本時間17日、本拠のヤンキース戦に先発。6回を4安打1失点、8個の三振を奪って、初勝利の権利を持って2番手に託した。防御率は 2.08 となった。菊池のヤンキース戦は、過去4勝3敗、防御率 3.24。ヤンキースキラーだ。6回94球4安打9奪三振1四球1失点と、少ない投球でジャッジらを三振に打ち取る快投が光った。今日は雄星も打線も調子いいね。なんとか今季初勝利してほしい。相手は開幕から絶好調のヤンキースだけに、この勝ち星は格別だろうな。てかヤンキースに強すぎて笑う。大ニューヨークヤンキース、2023年から現在まで22イニングで3失点、26奪三振らしい。不調の時は全然ダメだけど、ハマった時はすごいよな。なんやかんやでメジャーに生き残れているだけあるわ。菊池雄星投手、前回のヤンキース戦の後に山崎ウイスキーを選手やスタッフに振る舞っていました。自分が投げた試合でチームが勝ったら飲もうと思って、と。ジャパニーズウイスキー羨ましいわダブル。菊池雄星、マジですげえ球速めっちゃ出てんな。左腕で150クムバンバン出るの本当に力なんなら150中盤出てる。